はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず赤魔同士を倒したことでドリームエナジーの研究は、ストップしちゃったってところですね。で、ジョブなんですけれども、とりあえずマグノリアはやっぱりすっぴんに戻しました。で、ティズがチャリオット、ユーがフェンサー、イデアが赤魔同士ですね。じゃあこれで魔王封印の地に向かっていきましょう。エンカウント率今ゼロになってるから、ゼロっていうか敵が出ないようになってたんで、普通にしていきましょう。あれ、ここは入れんじゃん。ここはラクリーカといって、お、なんだなんだ。現在この町に向かって帝国のスパイ工作表。なるほど、まるで信じてくれない。今は入れないですね。なかなか厳しいですね。風が回ってないですね。風車が回ってないってことは、とりあえず森の方から行けばいいのかな。あれ、てかブリザードね、めっちゃ減るんだよな、マジックパワーが。いや、こっから行けんのかな。もう桟橋みたいなところかな。行けねえし、どっから行くんだよ。いや、カップメーカーはどうでもいいよ。こっちか。イスタンタールの海岸からずっと北上してか。やっぱ海岸に行くのか。ここからは乗れないのか。ブレイブ。ブレイブ。ここはちょっと。トルネードとかがある。で、ブレイブ。よし、オッケー。おらおら、どこだ、桟橋じゃなくて船乗れるところは。一旦南から出ないといけないのかな。もう夜になっちゃったよ。暗い暗い。弓プラス頭に装備してますからね。いってーとか思ったら攻撃があんまり通らないな、こいつは。ちょっとわからん。宴会運取率を下げて一旦海岸に出ましょう。いや、全く便利なシステムだな、宴会運取率の操作なんて。で、こっから船に乗って北上と。一応戻すか。このまま上に行けばいいのかな。行けねえじゃねえかよ。岸に沿って、お、だいぶダメージが通るようになったな。ソイルってなんで当たんないんだ。あ、飛んでるからか。いいや。よし、このままどんどん北上していきましょう。
すげえな、こんなしょぼい船で。しかも魔王のなんとかって結構遠いし、ここ通れんのかな、狭いけど。あ、飛んでる、ちょっと待って、飛んでるから。トルネード、ライトニング、アイシクル、ブレイジング、これで完璧だ。よーし、トルネード OK。 一旦はまだ精霊魔法が強いな。ここを上陸してなんかあんのかな。ちょっとまあ普通に目指しましょう、目的地を。ここか、ここで降りればいいのか。おー、いきなり敵が出てきた。さあここの、おー強そう、トルネード、ライトニング、アイシクル、ブレイジング、いてほらほら、うん、三刀流強いな。ちょ、回復させとこうかな。マグノリアがちょっと減ってる。エーテルがな、足りねえな。まあいいや、ボスになるかどうかすら分かんねえからな。さあ魔王よ、出てこい。魔王封印地、すげえ。どうなってんだこれ。あれ、そういやこいつついてきてんだっけ。墜落した魔王ってなんだよ。お、ここにも友達が更新されてるよ最デッカ。一旦コテージで休もう。え、100円、まあしょうがない、背に腹は変えられない。よし、おお、なんかすげえとこだな。宝箱、お、ここに宝箱がある。全部で5個か。千万。今のは何なんだ。ブレイブアタック、いでえ、トルネード、ライトニング、アイシクル、ブレイジング、いた、やばい、これで倒せないときついな。 OK、基本ワンターンキルでいかないと、あとはタコられるだけですからね。何にもねえか、あっちも何にもなさそうだな。どっちだどっちだ、こっち行こう。攻撃の順番も大事だよな。ミスター、あんまり強くねえ魔法一体になると。疾風のファルコン、ここに宝箱、400円。あれ、一旦別のところに出るのか。ん？なんかちょっと暗くなってない？
いや、玉黒はでも魔法使った方が良さそうだからな。なんて読むの今の。天狗の決心。あっちに宝箱が。だいぶ分かれ道になってんな。エーテル。レベル13から17か、ここは。魔王封印地。だいぶ親切設計だな。ターンチェンジってなんだっけ、ちょっとなんだかわかんないけど。これなんだ、何の役目があるんだ。今なんか起こってたな、下の方に。連戦の予感、マジか。これちょっと気ぃつけて戦わないと。トルネードが効くからな。うわ、200。いて。デフォルト、デフォルト。この2人で倒そう。OK。これ BP が持ち越されるんでマイナス1からなんですよね、マグノリア。ということで、何かに弱ないのかな。できれば一旦で倒したい。ミスりやがった。あ、ソイルだな。ドレインか、マジか。フィアって何？恐怖。恐怖になるとどうなるの？マグノリアで全てを託すしかないもん。いけるか？オッケー。恐怖ってどうやって治すの？お、治ってる、勝手に。ポーション使おう。ハイポーション。こっち行くと多分宝箱だよね。よしよしよし、下の宝箱もまだ取ってないな。ミスリルの弓、強そう。俺弓使ってるからな、マグノリア。おお、90まで上がる。イエーイ。頭にブロードアクスつけてるんですよね。頭にブロードアクスって。ゾロも三刀流やるんだったら頭で攻撃すればいいのに。いや、インプだな。トルネード。さあ、ミスリルの弓の力を見せてやる。クライトネード。うん、強い気がする。ここなんか怒ってなかったっけ。怒ってねえし、単なる勘違いだったか。先制攻撃チャンス。じゃあこれ一緒でいいや。やばい、マジックパワーがだいぶなくなってきた。悪
仲間同士だから攻撃でもいい気がするんだよね。そういえばこれ何、エアロラね。でこれがクエイク、クエイクの注意力のやつってなんだっけ、クエイラとかなんかそんな感じだった気がする。アイテムが欲しいけど道がわからない。連戦の予感、マジか。待って待って待って、リピートしちったよ。これはかなりきついぞ。これでとどめをさせ、無理だったか。ティーズでなんとかしてもらうしかない。もうまあアンズーだな。ほらほら、いいてー。うん、強い。連戦きついっすね。あ、こっちあれだ、進んじゃう。あと1個なんだよ、宝箱が。これだ。鍵、鍵のかかってる宝箱とか忘れそう。どこにあったか。なんかドラクエとかでも結構牢屋の中に宝箱が入ってるやつがあって、そういうのってどこか忘れちゃうんすよね。最後の鍵を手に入れて宝箱あさりに来た時、どこだっけってなる。エタルニア公国と、あともう一個どっかにあったな。ここの他に宝箱5個か。いっぱいあるな。なんかいい武器かな、入ってないかな。とりあえずミスリルの弓は強い。フィアー。あ、そうだ、赤間同士攻撃しよう。マジックパワーがないもん。あれ、これどうなるんだ。お、宝箱地帯だ。あー、そこになんか怒ってんな。安らぎの指輪。何、安らぎの指輪って。混乱か、結構重要だな。混乱させてくる敵がいるってことか。そうするとあんまり混乱しないと思うんだけどね、日常生活では。リピートはちょっと解除。ブレイブインプで、こいつももう攻撃しよう。全員攻撃。ソニックブーム強い。やっぱアックスダメかな。弱っ。みんな恐怖になってるし。いや、赤間同士攻撃力弱えな。マグノリアのちょっとブロードアクスを変えよう。頭の攻撃力が弱いね、やっぱり。スティンガー、めっちゃ弱くなんな。ただ伊勢の森にしよう。そしてこのアイテムもゲッチュー。目覚まし、なんで目覚ましがこんな中に入ってんの。連戦の予感か。リピートはキャンセルだな。そうすると間違えた、トルネードは使っとこう。おお、痛え。サイレス使ってきた。トルネード
うおー、マジか。トルネード、いいてー。うおー、耐えた、ギリ耐えた。ちょっと受けある使いねえし、ハイポション使おう。てか自分で使った方がいいな。トルネード、うわ死んだなんてことだ。ちょっとここは体勢を立て直そう。エーテルデフォルト40か、回復すんの。ケアルでいくつ回復するんだ全体で。ここは攻撃あるのみだな。めんどくせー。ちょっと待って、ちょっと待って。ブレイブブレイブで、インプが剣に弱いからな。もうイデアは、もうそのまま精霊でトルネード連発だな。で、マグノリアは飛んでるアンズを集中攻撃。で、まあ、ティズも。まんべんなく攻撃するか。 OK、 これでできれば一旦で倒してほしい。トルネード、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 よし、これはいけんな。 OK、 ポーション、ポーション、こっちなんか怒ってるか？怒ってた。やまびこそー。ちょうど沈黙になってるけど魔法使わないからな。こっちなんかあるかな？だいぶ恥なんだけど。おお、インプだらけだ。まんべんなく攻撃しよう。これマジクパすぐなくなんだこれ。20ずつ使うからな。枯渇するマジックパワーが。いいね。おお、危ねえ。まあ山彦草はイデアが魔法使えなくなった時に使いましょう。で、エーテルが全く足りない。これ何、誰、超変なやつがいるんだけど。なんちゃ、あ、こいつあれか、召喚師か。多分前作の流れでいくと召喚魔法を覚えた時にあいつに話しかけると召喚魔法が覚えられるんですよね。350円。お、またこのパターンか。ソイル、ソイル、せっかく赤魔導士やったけど、赤魔導士さらしさがなんもない。うん、ご節約。おお、なんもない。さっきあっちに光ってたからな。これでいいや。あ、しまった、ソイルはもう遅かったか。飛んでる敵には効かないんだよ。
上に光り物がありましたよね。よし、テレポストーン帰れってことか。あと左に宝箱取ってこの洞窟の宝箱は終わりっすね。いやー、やっぱり役立つな、ダウジングは。トルネード。やっぱり20使うか。オーフィアー。いまいち恐怖の効果がわからんという。これでもサブイベントやってるから今レベル13超えてるんすよね。サブイベントやんないでいきなり来たら絶対レベル13足りないし。とりあえず回復させてくれー。この先は危険だぜ。テント会話はいいでしょう。スケープ。のんびりしすぎだお前ら。この先は危険だって言ってんのに。てかなんでこいつのいるとこじゃないとテントが使えないんだ。よし、レベルは大丈夫なはずだ。おお、敵が出た。よりによって、しかもブレイブアタッカーよ。OK、 先手必勝。いない。4。うお、フィア。よし、マグノリアをちょっとヒットポイント回復させましょう。 OK、 大丈夫でしょう。これで調べる。あ、見えるだけ。研究と調査の結果。どういう調査したんだよ。おお、マグノリア。お、おお、誰と更新すんの。アーチじゃん。おお、ほん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 、何言ってか分からん。なんとなくしか分かんない。新たな魔王って何。魔王ってそうやってそんないっぱいいんの。バスターせよ。魔王バスターって。やってやろうじゃねえの。え、ってか魔王見てないんだけど。おーおーおーおお、すげえ。気持ち悪い。魔王っていうよりは、おっと、ちょっと剣技使おう。ウルフ
お、なんか、え、なになになに、影奉仕、ウルフファング、影奉仕を先に倒すか。ソイル、すっぴん技で調べよう。第五天魔王ウンタンって読むのかな。ちょっと先にこいつの影奉仕だな。うーん、ういてー、五千か、結構な弱点。光、光なんて持ってないんだけど、そもそも。一応影奉仕も調べるか。バイソンホーン、ソイル、なになになに、うわー、弱点光、でも倒せそうだな、もうこいつは。ウルフファンク回復させよう。ケアル全体、スピン技半分こ、ポーション全体、よし、オッケー、そこそこの回復量だな。ポーションの半分こした方が良さそうだな。ダウンプア、おいて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 、つつつつつ。とりあえず劣化のウルフ、ケアル半分こ、これはもう基本だな。よし、いって300、マジか、強いな。デフォルト、デフォルト、いや、ケアルで回復させよう。デフォルト、デフォルト、浮いてー、リベンジャー、ケアル、クラウディスガイ、リベンジャー、いいね。ウルフファング、バイソンホーンで、ウルフファング、ケアルを2回かけよう、いや3回かけよう。あとは戦うと。渾身劇はちょっと弱そうだからな、ヒットポイントは結構減ってるから。こいつも攻撃リア、よし、ほら、バイソンホーン強え。ダウンプア、いて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 、やられた。とりあえずディズを蘇らせるか。フェニックスの王で、こいつはもう常にケアル貼っとかないと危険だな。デフォルトしとこう。サニーデイ、なに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 、おお、分身を出してきた。うわ、死ぬ、復活した瞬間死ぬ。とりあえずバイソンホーン影奉仕を倒すか。ケアルは貼っといて、半分こでポーションで攻撃と。こいつ防御しとこう。うわー、死んだー。いや、生きてた。ガードしといてよかった。いってー、自分で一旦ハンポーション、ハイポーションで回復させよう。え、何こいつ、攻撃が全く通らないんだけど。いったー、強い。普通にフェニックスの。ってことはエアロでもやってみるか。
半分こ。ダーク強し。8とか。マジで。なんなの。必殺技を使っちゃおうかな。ハックスラッシュ。やばい。エーテルを使わなくては。デフォルト。エーテル。ケアール。くらえ。弱いんだけど。いてー、死ぬ。いいぜー。マジか。いいぜ。どうしよう。ファイヤーで、こいつあれだな、もうすっぴん技でハイポーションで全員回復させよう。これで完璧なはずだ。ハイポーションオッケー。めっちゃ回復する。痛い。回復した分すべて持ってかれたな。白黒マト。てかこの影超強いんだけど。いてー、こいつの攻撃も強いし。ポーションがなくなる。そして、うわー、いた。マグノリアがなんか攻撃できんな。ティズもブレイブを使おう。ゼロとか言ってマジ何これ、超勝ってんだけど。やっと倒したよ。いてうわー、またマジックパワーがなくなってる。エテールケアール。槍に弱いな。いってー、ちょっと一回耐えよう。貯める。リベンジャー、オッケー。よしよし、こっからまた例のバイソンなんとかとウルフなんとかで。よし、畳め。おら、ウルフファングバイソンホーンのこのコンボ強い。弱えな、このシルバーチャリオッツ。いいでー。サニーデイ。またこいつか、強えんだよな。言うとか言ってほっとこう。それに限る。ブレイブが使えねえと思ったら戦うだった。
ポーション。うわーダークが鬱陶しいけどな。弱っ。あと何パワーだよこいつ。エーテルカット1個しかない。ツッピン技調べる。ヒットポイントが気になる。ポーションがあと1個しかない。あれ？なんかさっきも言った気がすんな。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、エーテルがあと1個しかないって言ったのか。で、こいつは調べる。で、自分でポーションで回復させよう。ミスりやがったよりによって。死んだ。死んでない。407。押し切ろう。いいでー。オーケーオーケーオーケー。これでいけるか。140絶対いけねえや。これ100くらいしか当たんねえかな。よし倒した倒した。おお、影も消えるのか。結構きついな。ボス強い。南極の風。いやー、第五魔王みたいなのを倒しましたね。おお、確かに。一人じゃ厳しかったって、一人じゃ無理だろ、そもそも。何、どうした？なんだよ。おっとっと、また通信。魔王の反応が消滅したのか。ええ、ムーンフォルトを滅ぼしたあいつに比べれば。しかしそれでも、魔王をよろしく頼むぞ。魔王バスター、かっこいい。ちょっと待って、マグノリア。だから魔王バスターなんだって。月面に存在した魔王迎撃用の基地、ムーンフォルト。かっこいい。私はそこに所属する。なるほど。なるほど、大昔から演習を続けてきたってことね。どこからか飛来してくる魔王たちから厳しい訓練を受けた魔王討伐のエキスパートが。その割にはあんまり強くないよな。マグノリアが。マグノリアさん、好きでは。ええ、今から約1年前、私たち魔王バスターは。でも、勝てなかった。ムーンフォルトを滅ぼした魔王、生き残った私とブラックベリーは。壊れた船を行くところが俺たちにこの場所に来て確信したわ。ここに眠る。え、でもマグノリアって、ルクセンダルクに降下してきて初めてか。でもこの地に詳しい経緯わからない。うん、なるほど。魔王が関係ありそうっすね、帝国は。こっから戻るの？マジでテレポストーン使おう。いやもうアイテムが全然ねえ。グッバーイ。これでちょっと寝よう。100円安いもんだ。あ、宝箱が残り1個ある。それなんか落ちてる感じがしたな。はい、というところでとりあえず今回はこれで終了したいと思います。